はいどうもこんにちは。前回前々回に引き続いて今回も東工大の令和1年度理学院科学系の選択問題7番について解いていきたいと思います。この選択問題7番はもう全部つながってて、前後生をワンステップずつ解説していくような問題になってるんですけど、まず最初 A の問題ですね。この A の問題はこの A という構造から MCPBA を加えると B という構造になるので反応機構を書いてくださいっていうことですね。もう MCPBA が出てきた時点でケトンがエステルになるバイアビリガー酸化か、アルケンがエポキシになるプリリツェフエポキシかのどっちかしかないです。まあ他にはアミンとかスルフィドの酸化っていうのもあるにはあるんですけど、まあほとんどの場合はこの MCPBA 使う場合ってケトンかアルケンに対してエステルかエポキシかっていう問題しかないです。ということでこの構造の中にはケトンはありませんから、ここですね、ここの部分が MCPBA によってどうにかなるだろうということで、反応機構必要ないとこ書かなくていいって書いてあったので、まあここだけ書きますけど、ここの部分に MCPBA ですね、この二重結合というのはここですね、ここの部分にくっつきます。すると風になりますから、ここの部分というのが水素結合してこうなります。そしたらここの酸素の分というのは取り残されてここに入るわけなんですけど、これって競争反応になるので必ず親負荷になりますね。なのでこういう風になります。でこのエポキシの部分って上に出るのか下に出るのかっていう選択性はこれ横から見るとわかるんですけど、二重結合に対して。こうなってるわけじゃないですか。でこの上側の部分っていうのはこの上に向いてるエステルによって邪魔されてるので、 MCPBA はこれ下から近づくことになります。なのでこのエステルの反対側にエポキシの部分っていうのは導入されます。ちなみにこれ面白いのがここの部分が OH だった場合ですね、ここ OH だった場合ってここの部分っていうのがここのアルケンに近づいていくわけなんですけど、ここの部分の酸素がここの OH と水素結合することで今度はこの OH の側から近づいていくことになります。これをヘンベスト則って言うんですけど、このヘンベスト則が適用されるのは何も保護されていない OH の場合だけです。なので今回はエステルなので普通に立体障害が働いてエステルの下側からしか近づくことができないということですね。なのでこの B の構造っていうのはこういう風になります。次括弧 B ですね。 B の問題は今 A の問題で作った B をこのメトキシで処理すると C という構造になるので、これの反応機構を書いてくださいということですね。で変わってるのはこの部分、この部分ですね、この部分だけなので、ここだけ取り出すとここの COME の部分っていうのは水素がついてますよね。でここの水素っていうのをメトキシドが引き抜きます。こいつが引き抜いてここに二重結合を作ってこのエポキシが外れると、そしたらこんな感じになりますね。で最後にメタノールからプロトンを奪ってここメトキサイドができればこういう風になります。なんでここですね、ここの部分っていうのがここだから二重結合だからここの立体はないですね。なんでこうなっててこの構造になりましたよと、ここの部分だけですね、ここの部分だけしか書いてないですけどこういう風になりますということです。次 C の問題ですね。この D っていう構造から E っていう構造を作るためには3段階必要で、これに適したものを順番に書いてくださいってことですね。でこれ何が起こってるかっていうと、ここのエステルの部分ですね、 COOME の部分っていうのがアルケンになってます。なのでここって1個炭素が増えてますね。なので炭素が増えることと、アルケンを作ることっていうのを考えなきゃいけないということです。これちょっと説明が難しいんですけど、答えから言ってしまうと、こういう風になります。これはどんだけ早く見つけれるかっていうだけの問題なんで、実際にやってみるとここのエステルの部分っていうのがラーによって
ここの分ですね、ここの分が還元されるのでこういう風になりますね。で今度二酸化マンガンを使うんですけど、二酸化マンガンっていうのはアルコールをアルデヒドにすることができます。これは活性二酸化マンガンっていうので調べてほしいんですけど、これも一級アルコールをアルデヒドにすることができる試薬なので便利な試薬になってます。この活性二酸化マンガンはここの構造ですね、このアリルアルコールの構造っていうのをアルデヒドにすることができる試薬で、ここの部分が二重結合じゃなかったら使えない試薬です。なのでまあそれを知ってますかっていう問題ですね。であとはもうここアルデヒドなんで、こいつを使えばここの部分っていうのがこうなりますから、結局これってこれと一緒ですよね。なのでこれが答えです。あとはまあちょっと解説するのをちょっと長くなると思うんで、まあ自分で一個ずつやってみてください。多分間違いやすいのはグリニャール試薬使って炭素増やそうと思うと、エステルに対してグリニャール試薬使うとメチルが2つついちゃうので、初っ端こいつっていうのは使えなくて、アルデヒドになった後にグリニャールを使ってもアルケンにはならないですよね。なのでこのグリニャール試薬が使えないということに気づくかどうかですね。また適切な還元剤と酸化剤を選べますかっていう問題ですね。こいつはカルボン酸までなるし、こいつもカルボン酸になるので使えないですよね。で NABH4 っていうのはエステルを還元することができなくて、ケトンかアルデヒドしか還元できないので、おそらく僕が見た感じでは別解はないかなと思います。次 D の問題ですね。この F の構造から G の構造ですね、この OH の部分がこういう風になるときに、サンブロモプロピンっていうのがここにくっついてるわけなんですけど、この時に触媒量のこいつを加えるんですけど、これは何の働きをしていますかってやつですね。これは相関移動触媒と言われるやつです。この相関移動触媒は何かっていうと、この構造に 60% NaOH を反応させたときに、ここの部分っていうのがこういう風にアルコキシドになりますよね。でこいつは塩なので、こいつ水に溶けるんですよ。こんなでかい炭化水素ついてて溶けるのかって思うと思うんですけど、これ塩になれば割と溶けるみたいですね。なんでこいつはこう、まあビーカーがあったとしたら、水の中にこいつっていうのはいるわけですよ。でこれ NaOH ですね、 NaOH 水溶液なんで水ですよね。水の中にこいつはいるわけです。でこのサンブロモプロピンっていうのはこういう構造ですね。メタン、エタン、プロパンで 1,2,3 の部分にブロモがついてる、こういうやつがサンブロモプロピンなんですけど、こいつはハロゲンカルキルなので有機層なんですよね。ということはこいつとこいつって水層と有機層に分離しちゃってるわけなので反応しないんですよ。こいつは TWAF って呼ばれる割と有名な相関移動触媒みたいで、まあ、僕知らなかったんですけど調べたら出てきました。でこれは水にいるこいつですね、水にいるこいつを TWAF がブロモプロピンの中に連れていきます。でここで反応してブロモが外れますよね。でこのブロモっていうのを水の方に戻します。これによって反応系っていうのは生成物の方に偏っていくので反応が促進されるということです。なので日本語にするとこういうことですね。水槽にいるこの F っていうのをこの TWAF がブロモプロピン中に連れて行って、またさらに脱離したブロモっていうのを水槽に連れて行きます。これによって平衡っていうのは生成物側に偏るので反応が促進されますよっていうことです。なんでそんなことが起こるかっていうと、まあこいつアニオンとカチオンに分かれてるイオン性の物質ではあるんですけども、ここの部分っていうのがノルマルブチルが4つもついているので、まあ、有機層にも水槽の方にもどっちにも親和性が高いからこういうことが起こるっていうことです。これは正直僕は知らなかったので、こいつっていうのを調べて、ああそうなんだ、相関移動触媒っていうのがあるんだなっていうのを僕は知りました。こんなん普通習わないと思うので、これ溶けたやついるのかなって感じなんですけど、まあ実際研究室だから B4 の頃から研究室入ってて使ってる人とかだったら溶けたのかもしれないですね。はい、じゃあ次 E の問題ですね。 E の問題はディールサルダー反応の問題なんですけど、この G っていう構造と H っていう構造ではどちらの方がディールサルダー反応が進行しやすいですかっていうので理由を答えなさいっていう問題ですね。これ何が違うかっていうと、ここのアルキンの部分にここは水素がついてますけど、ここは COOH がついてて、まあこの違いですね、こんだけの違いです。で実はこの問題ってこの後にディールサルダー反応が実際に起こった構造っていうのが書いてあるんですよ。っていうことは、ここからわざわざこいつをつけてからディールサルダー反応を起こしてるわけなので、こっちの方が反応が進行しやすいっていうのはもうほぼ自明なんですよね。こいつって電子吸引性器ですよね。ディールサルダー反応の一般式を書いてみると、こういう風になるわけなんですけども、
こっちがジエノフィル、こっちがジエンってやつですね。でこれは二重結合になってるんですけど、ここが三重結合になってても別に問題ありません。その場合はだからここに1本増えるので、ここがもう1本こうなってこうなるっていう話ですね。で実はディールスアルダー反応ではこのジエノフィルの方に電子吸引性器がついていると反応がよく進行します。この辺の詳しい話っていうのは別の負荷感化反応の動画をぜひ見ていただきたいんですけれども、なぜこんなことが起こるのかっていうと、ジエノフィルの電子っていうのはこういう風になってて、ジエンの電子っていうのはこういう風になってます。これ 2π、 これは 4π なので、電子は2つ、電子は4つっていう感じですね。で普通のディールスアルダー反応ではこことここが反応に関与します。つまりジエンのホモというのがジエノフィルのルモに対して電子を供与することで結合が生成します。でこっち側のジエノフィルの方に電子吸引性器がついてるとどうなるかっていうと、電子吸引性なので電子をいっぱいもらいたいわけですよね。なのでここの電子をこっち側に引っ張ります。電子吸引性器がついてることによって電子を受け入れる能力というのが上がってるわけなので、ここのホモの電子というのを受け入れやすくなるわけです。なので日本語にするとこういう風になりますね。ジエノフィルに電子吸引性器がついているとジエノフィルのルモのレベルというのが下がるので、電子を受け入れやすくなって、こっちの H の構造の方が反応しやすいですよということになります。では次 F の問題ですね。この I の構造から J の構造になる時の反応機構というのを、こいつですね、溶化塩の役割を含めて説明してくださいという問題です。これは溶化塩はルイス酸として働きます。どうなってるかっていうと、ここの部分のエーテルの部分っていうのが解裂して、こっち側が OAC になって、こっち側がラクトンになってますね。じゃあ実際に反応機構を見てみると、ここの酸素のロンペアっていうのがここに電子を入れて、だからこいつがルイス酸になってますよね。そしたらこうなります。このエステルの部分をちゃんと書き直しました。でここのエステルのこの電子対というのはこっちに行って、この酸素がここに攻撃します。でここの部分プラスになってるので、こいつが外れて、こういう風になりますね。そしたらここの酸素のロンペアというのが無水酢酸ですね。この無水酢酸と反応するんですけど、こう反応してこの OAC が外れます。そしたらこういう風になります。そしたら今脱離したアセチル基のマイナスというのがこのエチルを奪って酢酸エチルとして外れます。でこういう風になりますね。でここの分のプラスの部分っていうのを最初に外れた要素というのが外せば、こういう風になります。では最後 G の問題ですね。 G の問題はこいつからこいつを作るんですけど、ここの部分ですね、ここの部分の環状エステルの部分がフランになりますよと、これの反応機構を書いてくださいって。これなんでこういう風に書いてるかっていうと、ここの OAC の部分が OH になるのはただの活水分解なので書かなくていいですよってことですね。ここ I で書いてあるこれっていうのはダイバールと言われるやつですね。ダイバールっていうので結構有名な塩基になっています。でこいつはまずこのエステルの部分のカルボニルがこいつですね、こいつの塩基のルイス酸にこうやって配します。そしたらこういう風になってる状態ですね。そしたらここのヒドリドの部分っていうのがここのカルボニルの炭素の部分に結合を作ります。でここの CO の二重結合というのがアルミニウムとちゃんと結合を作れば、こういう風になります。でメタノールで反応停止って書いてあるんで、こいつによってここの部分がこうなると、
こういう風になりますね。で、外れたメトキシの部分っていうのがこのアルミニウムに対してこうやってこうなれば、この部分というのが普通のアルコールの状態になります。で、最後3処理ということなんで、プロトンを加えると、ここですね、ここの OH の部分というのがプロトンを孵化してこういう風になります。次に水ですね。水によってプロトンが引き抜かれるんですけど、これどこのプロトンが引き抜かれると一番調子いいかっていうと、ここなんですね。ここのプロトンが引き抜かれると、こういってこういってこう外れられるので、こことここに二重結合を作ることができます。これでこのフラン管の部分っていうのができましたっていうことですね。あ、これ K の構造、ここですね、ここ線引いてませんけど、こういう風になってます。ここフラン管の部分だけなので、ここも考えちゃった人はすいません。ということで、こういう風になって終わりということですね。はい、というわけで東工大の令和1年度理学院化学系の全ての有機化学の問題について解き終わりました。どこか間違ってるところとかあるかもしれないんですけど、その場合はコメント欄の方にどしどし書いてください。今回の動画役に立ったと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。よかったら Twitter の方もフォローしていただけると嬉しいです。それではバイバイ。最後に告知です。この新有機化学チャンネルの中で紹介した反応を検索することができるアプリっていうのをこの度リリースすることになりました。非常に便利なアプリになっていますので、興味がある方はこちらの QR コードもしくは概要欄の URL から飛んで、ぜひダウンロードしてみてください。 App Store の方でも直接新反応機構と調べてもらえれば出てきます。まだ iPhone 版しかないんですけども、 Android 版の方は絶賛開発中なので、 Android の方はしばしお待ちください。皆様のお勉強の役に立てれば幸いです。それでは改めてバイバイ。